久しぶりだね。てめえはなんでここに。まったく、僕を騙すとは恐れ入った。甘く見ていたよ。本当に面白いやつだよ君は。口数は少ないけど行動力も度胸もある。こんな立場じゃなきゃいいライバル同士になれたのかもね。君最高だね。君は今までの自分とか人間関係とかいつだって心が自由だ。僕とは反対、心底羨ましいよ。なんであと数年早く出会わなかったんだろうね。よし。明智。でもたらればの話してもしょうがないよな。現実はそうはならなかったんだからさ。あなたどうしてシドウなんかに協力してるの？パレスの景色を見たでしょ。あいつの本性は。協力？何言ってんだよ。俺にはこんな国どうでもいい。全てはシドウ正義に、父に、この俺を認めさせ復讐するためだ。シドウか。前に教えてやったろ。俺の母親は悪い男の愛人だったって。つまり隠し子さ。あの男にとって俺は存在自体が醜聞。母も俺を産んだせいで不幸になって死んだ。生まれることを望まれなかった子供っては。そんな。恨み抜いたよ。けど奴は当時もう与党の都議様で、子供じゃどうしようもなかった。けどさ。そんな時だ。知っちまったんだよ、認知の異世界ってやつをさ。神様だか悪魔だかがチャンスをくれたんだ。笑いが止まらなかったね。てめえ。別にいいだろ。どうせ奴ら自身だって薄汚い食うか食われるかをやってんだ。そんな害悪を処理してやったのさ。怪盗団と何が違う。人殺しと一緒にするな。それがどうした。やっと手が届くんだよ、あいつに。シドウ正義に。あいつが権力の頂点を極め、俺を必要な右腕だと認めたその時に、俺が誰なのかをな。その時初めて、存在自体が醜聞だった俺が奴を支配する、奴を超えるんだ。歪んでいるな、哀れなほどに。あと数週間で全てが実るはずだった。それをお前らが。だがまだ取り返せる。お前ら全員の首があればな。そんなことのために首はやらねえよ。大層なこと言ってるが、要はガキがダダこねてるだけだぜ。この俺に意見すんなよ、カスどもが。シドウ正義は俺が責任持って生き地獄に突き落としてやるよ。だからジョーカー、お前は安心して行くがいい。悪いな、そっちの意思は聞いてない。
ずいぶん余裕ぶっこいてるか調子乗んなよ。こっちはてめえと組んだことがあんだ。手の内なんてほとんど知ってんだぜ。まったく、そのバカさ加減でジョーカーの仲間が務まってるとはな。ああ、ハッタリかましてんじゃ。いいえ、ハッタリじゃない。彼が本当に廃人化や一連の事件の犯人なら、私たちに見せた力だけじゃ辻褄が合わない。俺の本当の力、殺しがてらレクチャーしてやるよ。メイドの土産だ。奴らを殺せ。誰にも邪魔はさせない。騒がれてる事件は廃人化だけじゃない。人が突然理由もなく事故や不祥事を起こす人間の暴走。真犯人は心を暴走させる力も持っていないと説明がつかない。そうさ、俺のはお前らにはない俺だけの力だ。こいつなんかやってくる気だ。答えを見せようじゃないか、ペルソナなんだ今の。ロビンフッドじゃない、別のペルソナ。ちっぽけな存在でも心のカセが外れると桁違いの力を得ることがある。侮らないことだね。明智のやつ何した。敵の戦闘力が上昇してるぞ。あの黒い敵強化状態だよ、気をつけて。敵のさすが強化。ペルソナ食らえ。なんだか向こうの方が戦力が上を標的よ。氷結弱点を積極的に使って。 Get ready! そーれベルトだ。これでどう。まずはお見事。今の暴走、人間相手にホイホイ使ったってのか。こいつイカれてる。まあさすがに今ので倒せるとは思ってない。何しろ一度は騙されて仕留め損なった相手だ。直接この手でぶち殺すに決まってんだろ。いよいよ来るぜ、気合い入れてな。やってやる。ペルソナ、やるわ。感謝するぞ。うん、助かったよ。仕留めろ、ペルソナ。さすがジョーカー。次は誰。イクマンの神門の神父。ここは通さない。仕留めろ、ベルソナ。さすがジョーカー、神一重だ。全て話してやる。俺は行くぞ。行け。参ったな。本当の実力見せてなかったのは、なめるな。仕留めろ、ベルソナ。許さない。
ないかね。ペルソナ！くそ！こいつの暴走させる力、てっきりナビみたいな特別に拾った代物かと思ったが、自前のペルソナの力らしいな。あんな人を操ったり狂わせたりする力を自分自身の心から踏み出してたなんて。殺すんだ、殺してやる。もうやめて、相手が違うでしょ。同じ奴を憎んでるのになんで戦うの。私たちの首なんか取ったってあなたは幸せにならない。だが俺は指導がどう言うかじゃねえ。おめえはおめえだ、もう分かってんだろ。くそ。私な、たまに考えるんだよ。お前らが仕掛けたメジエドのこと、あれ最低の罠だったけどな。あれがなきゃ今の私多分なかった。要するにどっからやり直したっていいんだ。お前ジョーカーのこと気に入ってんだろ。戦う前に笑ってたの、あれ本心だろ。本当の気持ちに従えよ。嫌われたって望まれなくたってそんなの。ざまれざまれざまれ仲間、それが何だったんだよ。俺のどこがお前に劣ってるんだ。誰かに望まれるために成績や大人の評判に徹底的にこだわり抜いた。俺は名探偵でカリスマだ。明智君、それが前歴持ちで屋根裏に住んでるゴミに、どうして俺が、なんでお前なんかが俺にないもん持ってんだよ。なんで俺よりゴミの貴様が特別なんだよ。哀れみか、クソが。今のは黒い仮面。あやつは来ないのか、あの黒い仮面の。黒い仮面、誰。まさかパレスに我が輩たち以外の侵入者がいたってのか。もしかして金城が言ってたのも。パレスを利用すりゃ金儲けなんてし放題だろ。教えといてやるよ、パレスを使って好き放題してるやつが。そいつは現実で何が起きようかお構いなし、廃人化に精神暴走。じゃあ廃人化や今までの不可解な連続事件は。ああ、でもいいな、こんなの初めてだ。自分でも驚いてる。お前になら本気出せるかな。俺さ、面白いことを思いついちゃったよ。これやったらどこまでやれるんだ。面白いこと？お前だって物足りなかったんだろ。本当はこうしたかったんだろ。俺とお前どちらかくたばるまで殺して殺して殺し合う。手加減なんてクソくらいだ。ああ、想像しただけでゾクゾクする。シドの評価知らねえよ。お前をぶち殺せるか、お前を超えられるのか、それだけだ。
いいぜ、見せてやるよ本当の俺をさ。来いロキー。まただ、あのペルソナ。これはくだらねえ、くだらねえな。正義だろ、仲間だろ、目障りなんだよ、どいつもこいつも。二つの力を使い分けるだと、なんてやった。姿さえ嘘だったってのか。ぶっ壊してやるよ、壊れちまえよ、俺と一緒にさ。嘘、野郎、てめえを暴走させやがった。さあ、仲間の目の前で一人一人死んでいけよ。ダメだ、もう正常じゃない、来るぞ。死ねえ。ゴミの分際で殺す、壊す、ねじ伏せる。仲間なんてカスの集まりなんだよ。あいつの新ペルソナの能力を不明、みんな警戒して。なんだよペルソナ。ペルソナ、はい、ペルソナ、やるわ。見事な判断だぞ。ありがとね。どうしたしねえぞ。なんと、ペルソナ、すべて晴らしてやる。ここでペルソナだ。ペルソナ、いけ。すまんな、ごめんなさい。Okay.
もういいだろう。わかってる。懲りたよ。いいよな、お前は。仲間に囲まれて認められてさ。しかも指導が罪を告白したら、お前らは英雄だ。俺は過去の推理が自作自演とバレて、名声も信用も全部消えてなくなる。なるほどな。自分で暴走させたターゲットの事件を自分で解決させてたってことか。それも指導と手を組んでな。結局特別な存在になんてなれなかった。十分すぎるくらい特別だろうが。悔しいけど、知恵も力も私たちの誰より優れてる。あなたに勝てたのも全員で挑んだから。私はあなたの才能が羨ましかった。お姉ちゃんに信頼されてるのが悔しかった。お父様のこと許すつもりはないけれど、あなたのことわからないわけじゃない。奪っていった大人を見返したいっていう気持ちだが、いざ叶える力を得た時、お前は自分のためだけに使った。つうか、一人で複数ペルソナとか、お前多分ジョーカーと同じ才能もあったんじゃね。なのに人生ソロプレイだったから、目覚めた力は自前の嘘と恨みのたった2個だけ。でもそれで十分って思ってたんだろ。わかる。そいつが多分全てで勝るお前に唯一なかったものだ。よし、戻って予告状だな。俺たちは指導をぶっ倒す。お前これからどうすんの。邪魔されんのは困るし、いっそのこと一緒にけじめつけに行く。バカなのか。邪魔が嫌なら俺を始末すべきだろう。理解を超えてるよ、お前らは。明智？もう一人だと。まさかこいつは指導の認知症の明智か。お前らは後だ。指導船長の命令だ。歯医者に用はないってさ。まあちょっと予定が早まっただけだ。どの道選挙が済んだら始末する予定だったし。何？散々殺しを受け負ったくせに、自分だけは大丈夫と思ってたの。まさか頼られて内心舞い上がってたわけじゃないよな。ああ、船長から伝言だ。他人を廃人化させてきた。報いを受けろ。てめえでやらせといて。なるほどな。前から疑問だったんだ。もしもこのパレスで俺が本気で暴れたら、どう防ぐ気なのかってな。お前がその係、同じ顔した人形に殺させるってわけだ。あの男らしい。そうとも、俺は人形さ。けど俺が人形なら、本当の人形は認められたかったんだろ。愛されたかったんだろ。お前はさ、花から人形だったんだよ。てめえ！これが指導が考えてる明智五郎。ひどい、ひどいよ。
今からでも遅くない。一緒に改心させよう。たとえ実の親でも。ううん、実の親だからこそ。ごちゃごちゃうるさいな。先にお前らからやってやろうか。しまった、あいつ一人じゃない。なんなら誰か身代わりを志願しろよ。少しはこいつの死が遠のくかもしれないぜ。この野郎。誰かのためがモットーなんだろう。ああ、俺と同じだな。俺も船長のためならいくらでも罪をかぶって死ぬ気だし。人殺しを手伝わせた上にこんな風に思ってるなんて。そうだ、最後のチャンスをやるよ。お前が奴らを撃て。俺は本当にバカだったよ。そう、それが船長の望むお前だ。勘違いするなよ。消えるのはお前だ。バカだ、死ぬ気か。やっぱりバカはお前らだ。見捨てていけばよかったのに。こいつら相手に今の俺を抱えてじゃ全…明智くん、代わりに取引だ。まさか断ったりしないよな。お前、こんな時に。シドウを改心させろ。俺の代わりに罪を終わりに頼む。この後に及んでそれを言う。まったく君ってやつは。我は何時、何時は我、何時ここにちぎりを決命の絆へと転生せしめたり。絆は反逆の翼となりて魂の首輝を打ち破らん。今こそ何時、正義の究極なる秘宝に目覚めたり。無尽の力を何時に与えん。よし、よし。貴様、最後の相手が人形だった俺自身か。俺は明智くん。モナ、開ける方法。反応がもうない。雑魚どもの分しか感じない。そんな、やるぞお前ら。これ以上シドウみたいな悪党のさばらしちゃおけねえ。絶対に、絶対にだ。くそ、
ロックだな。ここが本会議場？多分ね。ダルマ以外は割と本物に忠実だし、ダルマも政治家にとっては選挙活動の定番だわ。無人なのか。妙だな。前に声が漏れ聞こえた時には人が大勢いる風だったか。けど歪みの中心地は見た目的にも絶対ここでしょ。ああ、実際お宝の気配をビンビン感じるぜ。出現位置はここで間違いないようだな。さてと、よし。どうする？よし。あいつ、最後にみんなを助けてくれた。きっと本当は。なあ、絶対にこの作戦は成功させよう。おい。え？どう？気持ち？いいんじゃないでしょうか。お、またね。うんうん、やるか。なんだって？おっおう、うんうん、ふむふむ、うん、
やれやれ。よし、帰るとするか。おう、帰ったか。確かにちょっと異常だよな。どうなってんだ。ナナ、書くか。実はな、この前のことですけど、本当にありがとうございました。自分のことも知ることができて、だからちゃんとお礼を言いたかったんです。家庭の問題に口挟みやがってよ。まだ言ってるよ。もちろんショックだったけどさ、でもそれで僕を引き取る気になったんでしょ。じゃあいいじゃん。いいじゃんって、お前が。もっと前に言ってくれれば脅されることもなかったのに。親とか師匠ってのは一生ついて回るもんなんだよ。俺もダメな両親のおかげで赤の他人に疲れたり、それを言い訳に。僕の父親はダメじゃないけど、ミリタリーショップの立派な店長だよ。うるせえ、分かってる。結局俺の一人相撲だったのか。生まれだの育ちだのそんなもんにとらわれてたのはよ、カオルを見る目が歪んじまってたのかもな。許してあげるよ。お前なんか性格変わってねえか。どうしてここまで父に協力してくれたんですか。父から聞いたんです。津田さんの情報とか集めたんでしょ。その筋の人の揉め事に関わるなんて、普通そんな危険なことまでするかな。怪盗とかなら話はわかるんですけどね。義賊っていうの、怪盗って弱い者のために戦ってるんだし、みんないろいろ言ってるけど、僕は怪盗団をかっこいいと思ってて。あ、セクハラ教師の事件も囚人だし。カオル、時間だ。スーパーは閉まっちまうぞ。今日の晩飯、お前の当番だろ。やば、失礼します。ったく、
ガキってのは成長が早い。生意気に育っても困るが、面白いもんだな。さて、閉店準備だ。お前、シャッター下ろせ。津田も急に変わったよな。あんまニュースは見てねえけどよ。まさにあれが改心なんじゃねえか。津田が改心して助かんのは俺だ。だが、そんな事情を知ってんのは他に誰がいる。どうするかな。まあ安心しろ。あんなもんの正体なんざ知ったことじゃねえ。だが騙されたもんだぜ。マニアだかなんだかはブラフだったんだな。ただの手駒で雇ったのに、いつの間にかカオルの兄貴分か。その怪盗団ってのは俺の銃で悪党を倒してんだろ。困ってるやつを助けるため面白い。例の特別メニュー、今まで以上に力入れてやってやるよ。借り作ったままは嫌なんだ。お前だけにとっておきの仕事をしてやる。それが俺にできる支援だからな。我は汝、汝は我。絆は反逆の翼となりて、魂のくびきを打ち破らん。よし、よし。だが、モデルガンで何すんだ？鉄火場に必要なのはエアガンだろう。ナイフもレプリカに過ぎん。デパートの包丁より役に立たねえぞ。本当に変わったやつだぜ。閉店準備の途中だったな。さて、やるか。またな。